若瀬川大治は、兵庫県甘崎市出身で、1940年代から1950年代にかけて活躍した大相撲力士、荒井袖屋に所属していた。本名は、服部忠夫。最高位は、西小結。身長176センチメートル、体重110キログラム。特異種は、右四つ、突っ張り、釣り、外掛け。 引退後は年寄り、先行さんを襲名し、相撲解説者も務めた。14歳の時に伊勢ヶ浜部屋へ入門し、1935年1月場所で初土俵。入門時より期待されており、当初から部屋の先輩幕内力士、若瀬川の執行名を譲られていた。1940年5月場所で、新十両、1942年1月場所で、 新入幕、同時に入幕した、輝きのぼる、神風と共に、新入幕三バガラスと称され将来を植望された。1944年11月に、高楽園球場で10日間行われた本場所では、終盤まで全勝、優勝をも期待された。だが、峰山に敗れ、9勝1敗の優勝同点に終わった。百四十六年十一月場所十一日目から、 途中休場を喫したことで5日目から休場した寺志国、7日目から途中休場した微さ山を含めて同部屋の幕内力士が同一場所に置いて3人途中休場するという陳事に至った。最高位は小結びに止まったが、38歳までの間、長く幕内上位に定着し、1959年1月場所限りで引退するまで、豊島猫と呼ばれる人気力士であった。 ちなみに、双葉山と対戦した力士の中で、一番遅くまで現役を務めた。対戦成績は、若瀬川の0勝3敗で、1950年9月場所後に、風水外義援金募集大相撲で、双葉山と再戦したが、左上手投げで敗れてしまった。引退後は年寄り、先行さんを襲名し、更新の指導に当たった。現役時代から能弁で知られ、 1957年に日本相撲協会の運営のあり方が国会で議論された際にも衆議院文教委員会に参考人として答弁に立ち、力士の立場を訴えた。そういうこともあって引退後から当時の民放での相撲放送の解説者として活躍、民放撤退後はしばらく協会の仕事に専念していたが、1985年の定年退職後は、 NHK の解説者、若瀬川忠夫となり、その能弁かつ人情味あふれる解説は、佐渡が学親方とお茶の間の人気を二分し大相撲、中継の印象がアップした。1993年9月3日、水臓癌のため、東京都墨田区内の病院で成去。73歳坊つ。前捌きの名人として知られた相撲法者であった。若い頃は突っ張り。 右四つからの釣りが得意だったが、次第に技巧派の取り口へと変わった。ありがとうございます。